皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因としてあげられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には、床のコーティングがおすすめです。床のコーティングなら、セラフへのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。犬が飼い主の服の裾を引っ張るときは、遊んでほしいときにする行動の一つである。答えは丸です。犬は遊んでほしいとき、あの手この手で遊び相手を振り向かせようとします。洋服をよく引っ張られるなら、最初にワンコに引っ張られたとき、喜んで遊んであげた経験などが頭に残っているのかもしれません。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや、増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。